はい、中2英語です。で今日ね、教科書、中間テスト対策ということで、教科書のところね、ちょっとまた戻って、復習的にちょっとやってみたというところでございました。で、文法的には何っていうところではなくてですね、ちょっとこういった、重要表現ということで、決まったそのなんだな、連語とか、そういった言い回しというかな、そういったところを確認してみたということでございましたですね。はい、ではね、ちょっとやはり実際には日本語を与えられてはいるんですが、それはちょっと口頭で差し上げますね。はい、私には3つの理由がありますね。というふうな文章が出てました。上の問題です。今日はね、どんな言葉を入れてみようということですね。はい、私には3つの理由がありますね。はい、私、主語出てますよね。はい、で、3があるから3つの。はい、だから理由。ここになんだろう。理由っていう言葉が入りそうだな、っていうことですね。理由ね、理由が、ある、ある、ある、なんていうような意味が入ってきそうですね。はい、じゃあどんな言葉入れてみるかな、っていうことになりますと、はい、じゃあ理由、はい、理由何か出ます？はい、理由ってね、はい、reason、reason、reason っていう言葉が理由なんですね。で、3だから、はい、s がついて複数形になります。はい、じゃあ3つの理由があるんだね。はい、あるっていうのは何に動詞使います？主語の後ですから動詞ですね。はい、ここはさ、have を使ってあげちゃえばいいんですね。持っているという意味でね。はい、持っているという意味で have にはあるなんていうふうに意味取ったりすることもありますよね。はい、ですから、I have three reasons ね、なんていうふうに書いてあげたということでした。さあ次、私たちは京都で古い寺を見たいです。私たちは京都で古い寺を見たいです。私たち、we、ね、は、古い寺、見る、京都で。はい、ですから何々？はい、したいだな。はい、何々したいという意味を入れたい。私たちは京都で古いお寺を見たいです。はい、じゃあ何々したいね、ふにふにときましたら、はい、これはそうだ。ね、ちょこっと前にやった不定詞。不定詞。これが非常にここはもう絶対知ってておきたい表現ですね。はい、何々したいということで、want to。はい、want to ですよね。はい、ですから、we want to see all the temples in Kyoto ね。ということで、私たちはね、京都で、古いお寺を見たいです。はい、何々したい。want to。want to でした。はい、私たちは背の高い時計塔を見ることができます。私たちは背の高い時計塔を見ることができます。はい、we can see、見ることができる。はい、私たちは見ることができるね。はい、時計はクロックあるね。だから背の高い時計塔。はい、背の高い。だからここ背の高いかね。背の高い。そして時計があるからね、塔という言葉か。ね、背の高い時計塔ということでね、塔という言葉ね、入れてみようか。はい、そしたら、はい、背の高いですから、はい、ここで、はい、通る、ね、通る、ね。そして、通、通、通、ね、通。これあれか、横棒が入ってねえな。通、ね、ということで、タワー、ね。言われりゃ、そうだ、タワー、ね、出るんだけれども、はい、通るクロックタワー、ね、なんていうふうな表現でどうでしょう。はい、次、このテレビゲームは若者の間で人気があります。はい、ゲーム、私たちってゲームってテレビゲームのことをゲーム言いますけど、ゲームって書くんじゃなくて、ビデオゲームね、ビデオゲームでいわゆるテレビゲーム。はい、ですから、this video game ね、はい、これでこのテレビゲームは、はい、ポピュラー、人気があると言ってますね。young people。はい、だから、どんどん穴抜けてる言葉として欲しいのは、このビデオゲームというテレビゲームは、若者の間で人気があります。若者の間で、はい、そう、何々の間という言葉何か入れたいね。はい、そこで、何かにこう、何かと何かの間っこ、ここ挟まってる間っこっていう意味じゃなくて、こういう若者の間とか、ね、中学生の間とか、そういった時の間、はい、among という言葉があるんですね。はい、ですから、among なんていうのを入れてあげて、はい、このテレビゲームは若者の間で人気があります。はい、こんなのができました。はい、次だ。次はね、あなたは動物園でパンダをすぐ近くで見ましたか？あなたは動物園でパンダをすぐ近くで見ました。はい、ということね。はい、Did you see a panda? はい、だからあなたパンダ見た。いいですよね。 In the zoo、 動物園で。すると言葉としては何が欲しい？あなたは動物園でパンダをすぐ近くで見ましたか？そう、すぐ近くで。はい、どんな表現？これちょっと難しいよね。
まあ、教科書で出てきてるから、はあ、そんなものは知ってるぜっていう人もいるんだけど、はい、これね、まあ、知ってください。はい、アップクローズね、いうふうに書くんですね。アップクローズ。これですぐ近くでという意味になります。あ、ですから、Did you see a panda? Up close in the zoo? ね、なんて書いてあげて、はい、これはちょっと難しいよね。はい、あなたはパンダをね、動物園の、あなたは動物園でパンダをすぐ近くで見ましたか？なんていうのができました。はい、そして最後、ね、聞いてくださりありがとうございます。ということですね。ありがとう、Thank you ですね。だから聞いてくださりなんていうことなんですが、もう何々をありがとう。ね、英語で書いてるの。何々をありがとう。ね、何々をありがとうときましたら、はい、Thank you、はい、for、はい、Thank you for というのをもう書き出しね、もうこれつるっと言っちゃいましょう。はい、ですから、Thank you for なんです。はい、聞いてくださりありがとうということですね。例えばお手紙ありがとうなんていうとき Thank you for your letter とかいうふうに書いていくわけ。はい、for って前置詞なので基本はその後のは名詞が続いてくるっていうところもあるんだよね。ところが、はい、聞く、聞いてくれてありがとう、聞く、listen、listen、listen、動詞ですよね。はい、だからその前置詞の後動詞が来るとなると、っていうか動詞は来られないんだけど、名詞しか来られないわけだから、はい、そうするっていうと動詞をじゃあ名詞化させようかということで名詞にしてあげるわけよ、ね。はい、ですので、listen ということでね、はい、listen にING をつけた、ね、動名詞にしてあげて、はい、Thank you for listening、ね、なんていう風に書いてあげたということでございました。はい、ということでね、まあ、重要表現ということで、まあね、その連語であったりとかね、いうことで覚えてもらえたようなものを、ね、まあ、紹介していってみましたということではございました、ね。はい、ということでまた少しずつね、中間テスト対策ということでね、戻ってね、また比較なんかも少しね、やりながらね、進んでみたいなとも思ってはおります。では、今日はこんなところです。また。